白雲の章、正解の説、女神最短の儀。日を重ねるごとに日は強くなり、虫の音とともに夜は短くなる。女神がいるという正解の星が空に戻ると、人々はその最短を喜び祝う。ガルグマク大修道院では最短の儀が厳かに執り行われ、フォドラ全土の熱心なセイロス教徒は揃って大修道院に足を運ぶのだ。ありがとな。今節の課題は暗殺阻止に忙しい騎士団に代わっての修道院の警備や見回りだが、俺はこう思うね。敵の真の狙いは大司教殿の暗殺なんかじゃない。ああ、暗殺計画が記されたミッション、あれが本物だとは思えない。重要なミッションなんて普通は持ち歩かないだろう。俺たちに見つけさせるために仕組んだんだ。暗殺計画に注意を向けさせるため？なるほど、ありえるかも。だけど本当の狙いは何なの？それが分かりゃ苦労しないが、怪しむべきは最短の儀で警備が手薄になる場所かね。儀式が行われる女神の塔以外はどこもいつもより手薄になると思いますけど。貴族たちからの寄進で溜め込んだ教団の金が狙いじゃないの？俺は食堂が怪しいと思うな。あそこはうめえもんの宝庫だぞ。じゃあみんなで手分けして調べよう。私は昼まで情報を整理する係ね。待ってるならヒルダは訓練でもしてろよ。敵と戦う可能性は十分あるぞ。なら訓練はみんなしなきゃダメでしょ。私だけとかおかしくない？顔を突き合わせて悪巧みか、先生。おっと、名乗ったことはなかったな。私はシャミアだ。シャミアさんはセイロス騎士団の一員だな。そんでこっちのよく働く少年がレア様の従者で、シャミアさんの弟子のツィリルです。弓とか剣とか稽古をつけてもらってます。僕もレア様を守りたくて、だからシャミアさんの弟子に。ツィリルはレアさんが大好きだからな。ま、互いにやれるだけやろう。英雄の遺産か。あるわ、あの剣に。敵の狙いを推理するにももう少し情報が欲しいところだよな。とりあえず大修道院の中を歩き回って
疑わしい場所がないか当たってみてくれ。誰かいれば話を聞いてみるといいだろう。ある程度絞り込めたらまた相談しようぜ。頼まれてくれないか。ロナート教以外にも教団に敵対する勢力がいた。そういうことですよね。そんな勢力がこの世界に存在するなんて考えたこともありませんでした。そうなのかもしれませんね。誰の仕業か分かりませんけど、今回の騒ぎは正直に言って迷惑な話です。警備なんかに回されては勉強や訓練の時間が削られてしまいますから。そんなことは分かってますけど、迷惑なことに変わりはありません。先生、戦闘に巻き込まれでも生き残る。戦闘にでも、ええ、先生。そうよ。どうだ。そうだな。修道院で狙われそうなもの、いろいろあって一つに絞るのは無理だな。貴重な品ならここの厨房にもあるぞ。数百年以上も前に仕込まれたブドウ酒とかな。だが味は飲めたもんじゃないって噂さ。わざわざ押し入って盗むやつもいないよ。ここの植物は大変貴重なものですから。ガルグマク995年の歴史の粋がこの王室には詰まっているのです。多くの可憐な花、薬にも毒にも変じる草木。ああ、私の大事な子たち。はあ、おや、この部屋が何かご存知で。教団の宝物庫です。宝物といっても金銀財宝ではありません。ほとんどは武具や遺物の類ですね。盗まれて困るもの、こんな入りやすい場所には置きませんよ。この書庫でしか読めない貴重な書物は数多くあります。ただしここに来れば読めるので、危険を冒してまで盗む者はいないでしょう。たまに修道院にふさわしくない書物をセテス様が廃棄することがあるのですが、ある意味その手の書物の方がここでは貴重かもしれませんね。
ったく、恐ろしい話もあったもんだよ。だがレア様の暗殺が成功するはずもない。何？他に狙いがあると。確かにこの部屋には貴重な器具もあるが、我が輩以外に扱えるものがいるとは思えんな。まだまだ学ぶことは多い。塔に入ったことはあるか？祭儀にも使われる神聖な場所だ。一応生徒は入ってはいけないことになっているのだが、逆にそれが好奇心を煽るのだろう。こっそりと入り込む者もいる。まあ今節に限ってはそんなことは絶対にありえんがな。何しろ女神最短の儀にあたっていつもの倍以上の見張りが立つのだ。まだまだ学ぶことは多い。先生、そういえば儀式当日は修道院が一般開放され、この先の聖廟も皆に公開されることになっています。聖廟には預言者であり聖者であるセイロス様の眠る棺が安置されているのですよ。他に？いえ、特に何もありません。棺を見られるだけですよ。棺には魔法で強力な封印がかけられていますから、開けることもできませんし。先生、私、お兄様にわがままを言ってしまいましたの。こんな時に甘いものが食べたいだなんて、やはりよくありませんでしたわよね。反省しておりますわ。それより先生、ここは立ち入り禁止ですわよ。女神最短の儀の日だけは皆さんに公開されるみたいですけれど。助かったぜ。なるほど、教団にとって最も重要といえるものがあり、儀式当日一般に公開されることで普段より侵入も容易になる。つまり俺もそう思う。目的はまだわからないが、敵の狙いは聖廟である可能性が高いな。いよいよ女神最短の儀の幕開けだ。俺たちの読みの成否やいかに。
外れるといいな。当たったら敵と戦わなきゃなんないんでしょ。みんなで知恵を集めて考えたんです。きっと当たりますよ。いずれにせよもう時は動き出してる。今は決めたことを実行に移すだけさ。君たち緊張感が足りないようだが、間もなく女神最短の儀が行われるのだぞ。我々が女神の塔に入っている間、警備が薄くなりそうな場所を特に警戒してくれ。先生聞いてくださいます？お兄様ったらひどいのです。心配だからお前は棺の中にでも隠れていたらどうかなんておっしゃいますのよそれは冗談だと言っただろう。フレン、お前は私の後ろにずっといなさい、うん、君は教師としてしっかり生徒を指揮するように。以上だ。皆さん失礼いたします。儀式の後でまたお会いしましょうね。いつ見てもセテス様って過保護よね。私の兄さんみたい。ほら先生、早く身を隠して聖廟へ降りる階段を見張ろうぜ。入り込んだ奴がいれば袋のネズミだ。噛みつかれないようにしながら捕らえてやろう。
俺たちの推理が当たったみたいだな。見ろ、お客さんが来てるようだぞ。もう中央の奴どもに気づかれたか。わしが棺の封印を解くまで時を稼げ。はは。敵の狙いは一番奥の棺か。聖人の遺骨でも奪おうってのかね。棺を開けられる前にさっさと奴らを片付けしまいたいところだが。気づいたか、この聖廟一部の床に何か仕掛けが施されているらしい。敵の武器に応じて戦う場所を見極めながら進んだ方が良さそうだな。私ですか？ぼちぼち動くか。さあどうするんだ。お手に行かせてくれよ。焦らず戦おう。私に任せてください。いつでも行けます。ありがとう。僕の出番のようだな。死神騎士よ、お主は強いのだろう。奴らを蹴散らしてきてくれ。貴様らの指図を受けん。堕弱な者の相手など退屈なだけ。いかにも物騒な雰囲気だな。みんな、あの黒いやつには近づくなよ。僕に勝てるはずもない。貴族は強くあらねば。よっ、助かる。王さん、いけますよ。ここが正念場だ。
楽しいものですね。筋肉、まだまだでかくなれそうだぞ。ぼちぼち動くか。
だぞ。悪いな。お手に行かせてくれよ。到着しないのか。奴らの背後をついてくれれば挟み撃ちにできるのだが。
ありがとな。俺の勝ちだ。俺はまだまだ強くなるぞ。貴族は強くあらねば。手本にならないね。私の勝ちでいいよな。
ならない。私に任せてください。いつでも行けます。ありがとう。焦らず戦おう。お手に行かせてくれよ。ぼちぼち動くか。
我ながら見事だな。加減すべきだ。容赦ないですね。
私に任せてください。いつでも行けます。僕の出番のようだな。はい。せい。我ながら見事だな。私ですか？慎重に頼むぜ。私ですか？えい！ありがとな。まだ大丈夫、やれるさ。父さん、行けますよ。油断はしないで。これでいける。お手に行かせてくれよ。方がちげえんだ。よっ、カッテル。焦らず戦おう。ぼちぼち動くか。はい。悪いが俺の勝ちだ。どうするんだ。
正念場だ。ぼちぼち動くか。アクフア！ヒルシクラッセを甘く見たか。うまくいかない時もあるさ。油断はしないで。賞賛はあったの？これでもっと戦果を上げられるぜ。出てきましたね。身になったよ。慎重に頼むぜ。
ぼちぼち動くか。悪いが俺の勝ちだ。この一手で決める。遅いわ。封印は間もなく解けよう。一歩前進かな。
警戒が必要ね。な、この剣は？その剣、まさか、いつらく見つけたり。逃げられた。今のは魔法か。後も追わせてくれないらしい。まあ仕方ない。それより今は先生だ。その剣、その輝き、まさか。侵入者はここかって、あれもだいたい片付いてんな。モノども、生き残ってる侵入者ども残らず踏んじばれ。はっ、さて、あなた方が犯した重大な背信行為について大司教より沙汰がある。王国領主の先導、大修道院への侵入、大司教の暗殺未遂、聖廟の襲撃、余罪を調べるまでもないな、西方教会の皆さん。な、我々は西方教会などと関わりは。すでにあなた方の身元は割れている。見えすいた芝居はやめていただこうか。神聖なる儀式を汚したことは聖職にある者にとって万死に値します。もはや根性に救いの道はありません。潔くその命をもって罪をあがなうのです。聞いていた計画とは違った。我々は騙されたのだ。何をブツブツ言っている。どう言い訳しても罪は変わらん。あなた方の魂がつつがなく主の身元へ帰らんこと。やめろ、我々を処刑するなど主がお許しになるはずがない。メギツネめ、こうやって幾人もの同胞を殺してきたのを知っているのだぞ。戦技は以上です。彼らを連れて行きなさい。ってわけで、暗殺計画も聖廟の襲撃も
全部西方教会の企みだったみたいだな。襲撃を指揮してた仮面の騎士だけは影も形も見当たらず、捕獲に失敗したようだが。ちょっと待って、西方教会がなんでレア様を襲うのよ。なんでって、いろいろあるんだろ、西方教会との確執みたいなもんがさ。そういや、先生は教会には一切近寄らずに育ったってジェラルトさんが言ってたな。セイロス聖教会はこの広いフォドラでいくつかの教会に分かれて活動してる。中央教会の本部はもちろんここガルグマク大修道院だが、西方教会の本部はロナート教が反乱を起こしたガスパール城からずっと西、王国一堅牢と謳われる城塞都市アリアンロッドのさらに向こうにある。同じ女神様を信じる仲間なのに争うなんてバカみたいだね。想像するに西方教会の司教は中央からの独立を企てている野心家なんだろう。そして中央の権威失墜を図り、あわよくばレアさんの命をも奪う作戦を実行した。当然だが騎士団は西方教会上層部の討伐に乗り出すらしいぜ。俺たちにも任務の手伝いをする機会があるかもしれないな。それにしても希少な存在ですね先生。セイロス教と関わらずに生きてきたなんて、そんな人がホドラにいるなんて信じられないですよ。不思議すぎる。俺はそんな先生を修道院好きの学校で登用したレアさんの方が不思議だけどな。なあ、今回捕まった奴らみんな処刑されちまったんだよな。レア様って結構、いやかなり怖い方なんじゃ。先生、救えないものは残らず天に召す、それは正しいことですよね。ここにいたか先生、大司教から話があるそうだ、来てくれ。大司教は生き延びたようだな。西方教会の豚どもになど元より期待はしておらなんだが。こうよ、秘宝と朗報がある。秘宝はセイロスの遺骸だ。棺にはそのようなもの何も入ってはいなかった。朗報はその代わりにあるものが棺に入っていた。あの天帝の剣だ。おお、あの盗賊の、いや解放王の剣か。盗賊、まあよい。手にしたのは新任の教師だ。やはりと言うべきか。天帝の剣からは紋章石が外されていた。うん、そうであろうな。剣と石二つを一つところに保管するなどはありえない。だがその教師、天帝の剣の力を使ってみせたぞ。紋章石のない剣が赤き輝きを放った。あれは紋章の適合反応と見て間違いない。なんだと？紋章石のない遺産を使えるはずが、いやそもそも解放王の血筋はそのようなわけが。うん、しばらく泳がせておくぞ。あの教師については情報が足りぬ。それより貴様に頼まれていた剣だが、死神を貸そう。うまく使え。なるほど、あやつか。よかろう、楽しみにしておくぞ。聖廟への侵入者を撃退し、
天帝の剣を守ってくれたこと、感謝の念に絶えません。その天帝の剣は英雄の遺産の一つであり、教団の所蔵品の中でも最も貴重な品です。ですが同時に恐ろしい武器でもあります。その剣はあなたに預けます。ただし使い方を誤らぬように。大司教、お待ちください。天帝の剣をこの者に託すとおっしゃるのですか？この者がたまたま剣を扱えたからとて、そうやすやすと預けていいものではないはずです。またネメシスのようなものが現れれば、大地は再び戦火に覆われるのですぞ。解放王ネメシス、千年以上前に聖者セイロスによって撃たれた人間の王だ。かつてフォドラが邪神に襲われた際、主はネメシスに天帝の剣を授けたという。ネメシスはその剣で邪神を退け、フォドラを救って解放王とあだ名されたのだ。しかしその後は力に溺れていき、ついには自ら邪に染まって聖者に撃たれた。大司教、どうかお考え直しください。この者の資質をもう少し見極めてから。いいえ、私は確信しているのです。この者ならば邪に染まることはないと。ネメシスの死後、誰一人として使うことのあたわなかった天帝の剣、長きにわたって封印されていたその剣を正しく使ってみせたのですから。わかりました。大司教がそう仰せならば、そういうことだ。大司教の信頼を裏切ることのないように。天帝の剣、解放王か。何やらわからぬ話ばかりじゃな。わしにはあのレアというものの考えがさっぱり読めぬ。なぜ最も貴重な品というその剣をお主などにホイホイと託せるのじゃ。本当にお主は選ばれたのか。何やら得体の知れぬ企みに巻き込まれているのかもしれぬな。それに気がかりは他にもある。前に見た英雄の遺産と天帝の剣にはどうにも気になる差があるではないか。その何という名じゃったかな、か。そうじゃ、そやつが見せてくれた雷帝と違って、天帝の剣にはぽっかりと開いた穴がある。明らかに何かが足りておらぬのじゃ。わしは分からぬことが恐ろしい。じゃがお主のことは信じておる。お主ならば何があろうと道を切り開いて行ける。そうじゃろ。天帝の剣、そうだ、伝説じゃ確かにそんな名前だった。見つけたと思いきや先生のものになっちまうだな。それにあれ、俺に使えるのか。まったく、次は蛇が出るか邪神が出るか。